宇宙三章へドーンと行ってみよう。さあ土星で勝利と言ってみたいところなんですが、土星で何度も負けました。このメガネザル、本名をデカメガネザルだと思ってたんですが、よく調べたらデカメガネルでした。の他にね、ここは赤い敵が湧くように出てくるんですよ。で、どっちと戦えばいいの、どっちと戦えばいいのって、まあ迷ったせいもあって何度も負けたんですけど、ワープ向こうのクワガタ猫入れてみました。勝ちました。粗悪な謎の輪、何でしょう、粗悪な謎の輪手に入れました。では次は金星へ、いざ出陣。私は子供の頃とか特に UFO とか宇宙人の話が大好きで、金星人は人間の形をしているというふうにね、人間の姿で宇宙服、あの薄いね、体にフィットした宇宙服を着てるっていうのが金星人のイメージでありまして、彼がね、金星人の彼と恋をする夢を見て、で夢の中でですけど、あの星に去っていかなければいけない彼になんか泣きながら手を振るという夢を見たほど、宇宙人と UFO の本を読みまくってたことがありました。出てきてるよ、出てきてるよ、出てきてるよ。クマンチュウですね、クマンチュウ。これは何でしょう、クマと宇宙をかけたんでしょうか、この名前は。クマンチュウ。あ、なんかでもここまで来てたら大丈夫かな。クマンチュ消えました。勝ちました。グリーンクリスタル発動。では今回の最後の星、水星へ、いざ出陣。バイオハザードと骨骨ボーンのコンボを使いました。なぜならハサミーバーが出てきて何度も負けたからです。コンボ使いました。あの、私の発音悪くて自分でもね、コンブコンブって聞こえるんですけど、コンボと言ってます。どうだ、今度こそどうだ。デスハーデス、ワープ向こうのデスハーデス出陣しました。デスハーデスが出るということは、私がどれほど負けたとか、お察しになる方はお察しになるかもしれません。今回こそ勝ちたい。勝ちました。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。